ラファエル忍者のプレゼント。ティコティコの冒険。ティコティコはとても賢い鳥です。ティコティコは毎朝川へ水を飲みに行きます。ティコティコは森の一番いい木に住んでいます。ティコティコは毎日友達と散歩に行きます。ティコティコは友達に別れを告げています。ティコティコは彼の家に行きます。ティコティコは何かを見た。手に食べ物を持った男性です。ティコティコ用です。ティコティコは何も考えず、すぐに男の手に手を伸ばした。なんでこった、殺人者だ。このままではいけない。ライオンですか？マジョッケー。そしてそれがこの物語の教訓です。終わり。ごちそうさまでした。アイサクトライシチチクチク。Ha ha ha!